もよっぴこと井戸です。今日はですね、コメント回答していきたいと思います。第95話、ツイッターの新機能フリートの使い心地とその後にいただいたコメントになります。島猫さんより、ふむふむ微妙ですかということでいただきました。ありがとうございます。微妙です。いやー、どうしたらいいんですかね。ツイッターのストーリーというか、サービスの始め開始当初は使ってる人も多かったんですけど、だんだん減ってきているようにも思えます。いい使い道があればね、私も知りたいところです。今後ツイッターの方でも改良が加わって違う形になるんじゃないかなと私は予測してるんですけど、24時間じゃなくて1時間とかだとね、面白いんじゃないかなと。24時間で消えるってもう結構ね、長かったりするじゃないですか。それってもうすでに他のサービス、インスタグラムでもありますし、ツイッターならではのサービスということを考えると、もっと時間を短く1時間で消える投稿なんてことであればね、面白いんじゃないかなと考えているとこなんですが、多分ツイッターの方もね、いろいろこの辺は工夫してくるんじゃないかなと思いますので、楽しみに待っていようと思います。続きまして、第100話、 iPhone 11 の不具合で無償修理が可能ににいただきました。ホッシーさんより、 iPhone 11 です。確認してみますね。貴重な情報ありがとうございます、ということでいただきました。ありがとうございますね。ぜひ確認していただいて、シリアル番号を入力するだけですので、非常に簡単に調べられますし、対象であれば交換も2年だったかな、その間は無償修理が可能ですので、できればね、早い段階で忘れないうちに交換しに行くことをお勧めします。続きまして、今その時に最善だと思うものを選択にいただいたコメントになります。マルさんより、ご紹介ありがとうございます。 iPhone 8 からの機種交換だったので大丈夫ですかね。ヨピさんに言ってもらえると安心しました。いつもありがとうございます、ということでいただきました。ありがとうございます。 iPhone 8ね、いい機種ですよね。本当に今のタッチパネルというか、物理ボタンが、ホームボタンがね、ついてる機種としてはもう最高傑作というぐらいいい機種だと思います。私はちょうど周期的に iPhone の7だったので、8はね、いいなと思いながら結局買わずじまいで iPhone 11に飛び越したんですけど、 iPhone 8を使ってたのであれば12はね、いいんじゃないかなと。そして新しい iPhone だと CPU も高性能ですし、動画やアプリのね、動作処理なんかもサクサクと進むんじゃないかなと思いますので、これまで以上に音声配信や情報発信が楽しめるのではないかなというところで、マルさんにもね、今後期待していきたいと思います。そして以前から問い合わせしているというか、問い合わせしていたラジオアプリの BGM、 こちらの著作権に関しての回答なんですけど、結局今のところ返答がないまま完全にスルーされているという状態です。結構経ってますよね。もう10日間ぐらいは経ってるんじゃないかなと思うんですけど、完全にスルーされてます。もしかしたらね、当たり前のことを聞くんじゃないよという形で思われてるのかもしれないですよね。まあ普通に考えたら、そこのプラットフォームの中でしかね、使えないものですので、他のサービスに持ち込むというのは NG 行為だと思うんですけど、一応ね、念のため確認で聞いたんですけど、今のところ音沙汰はないというところです。で、今回問い合わせしたのが、お問い合わせフォームとして公式に掲載されているものから送った形なので、見逃しているということはないと思うんですよね。さすがに企業ですから。なので回答しないという形の内容だったんじゃないかなというふうに考えています。まあもちろんね、今後何かアクションがあれば回答はシェアしていきますが、おそらく回答はいただけないものだと
思っておいていただければと思います。気になっている方もね、非常に多いと思うんですけど、正式な回答がもらえない以上は下手に投稿して後からトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、なるべくね、避ける形でやっていくことをお勧めします。まあこのあたりはね、また今後何かありましたらシェアできればと思います。ということで本日はこのくらいで、それではまた。